もう毎日30度超え、いやもう35度も超えてる牛久でございます。暑い、もう汗だらだら。こんな時は冷たいものを口にしたいよね。ということで牛久駅東口で冷たいものを探してみたいと思います。さあ後ろにある芋仙さんなんですけども、毎年かき氷が売ってるでしょ。でもね、まだ今日7月1日の時点ではまだいつから始めるかは決まってないそうですが、絶対毎年のようにかき氷が出ると思いますので皆様要チェックでございます。この牛久駅の東口で出たすぐのところにミストが出る機械がある。うん、なんかね、当たってるのと当たってるのは全然体感温度が違う。ちょっと涼しくなるね。この駅前の暑い広場もこれでひんやりと過ごすことができるかもしれない。いいね、牛柄もあるよ。かわいい。でこの QR コードを読み取ってから通販するってこと、オンラインショップ、なんかこのうちで使える部屋って7月までなんですけどあるみたいです。すごいすごい。でこれを買うと500円引きになるのね。皆さんやってみましょうでもね今日はね違うの、この暑いからシェイクを食べに来ました。じゃ作っていきますね。お願いします。オーマイゴッドバーガーさんでシェイク買いました。オレオシェイクいただきますの前に見てみて、すごくないこのオレオシェイク、もうすごいオレオ、何枚ぐらい入ってんだろう。いただきます。熱っ、これマジオレオ、オレオ飲んでる、もうオレオの味がめっちゃ濃い、気持ちいい、冷たいのがダーッて通って、ぜひ皆さんも牛久駅東口にありますオーマイゴッドバーガーでアイスミルクシェイクのオレオ味試してみてください。気持ちいいよ、外で飲むのいいね。今日は牛久市中央にありますお蕎麦屋さん長岡さんにやってきました。もうこんな暑いでしょ、もうジリ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 して冷たいお蕎麦いただけたらいいなと思います。行こう行こう。こんにちは。あ、今日はよろしくお願いします。こちらが冷やしたぬきそばです。もうね、見た目で涼しげでしょ、この暑い時期にね、この涼しげなたぬきそば、具がね、わかめ、かまぼこ、海苔、紅生姜、そして卵、きゅうり、そしてたぬきの天かすが入ってる。いいね、涼しげでしょ。おいしい。薬味でネギとわさびもついてくるから味変もできる。たぬきそばの他にも五目そばがあって、冷やしだとゆで卵、そしてお揚げさんがついてくる。ちょっとね、甘辛く煮たお揚げさんがこのそばにも合うと思います。今度そちらも試してみたいと思う。いいね、この暑い夏にスルスルスルと喉越しのいいそばが、冷たいそばが体を冷やしてくれる。なんかさ、そばって冷やし中華とも違って、お出汁だったりとか、この具材も卵とかきゅうりとかはよくあると思うんだけれども、天かすが入ってると味のコクも出てくるでしょ。食欲不振になりがちなこの時期でもこのそばだとスルスルいけるんじゃないかな。他にもミニ丼とのセットとかもあったりするので、いろいろ試せるところがいいと思う。お蕎麦屋さんのカレーとかも美味しいでしょ。ぜひ皆さん挑戦してみてください。残り全部いただきます。長岡屋の高杉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。このめちゃくちゃ暑い時期に冷やしそば、はい、まあ今日は冷やしたぬきそばいただいたんですけど、はい、まあ、最高ですね。最高です。なんかもうね、食欲あんま出ない時でも、ないとね、そう、あのツルツルっていけるのは、そう、あれはなんかそのミニ丼のセットとかないんですか。いや、あれ自体はないけど、ミニ丼にお蕎麦のセットはありますよ。あ、そうです、うん、普通にざるそばとかはできなっちゃうけど、
なんかじゃあ、ミニ丼とたぬきそ冷やしたぬきそばが食べたかったな。あのいっぱいきゅうりとか乗ってなければ大丈夫。あ、じゃあそうしよう、うん、まず長岡さんって いつからあるんですか。平成7年って何年前でしょう。27年ぐらい前じゃない。そんなもんなんですか。そんなもんだよ。もっとなんか長くあるようなイメージがあって、やっぱねそのもう町の蕎麦屋さんという感じがする。住宅街の蕎麦屋さんですよね。その近隣の方だったりというか、まあね、駅から近いからたくさんの人が来ると思うし、その落ち着いた雰囲気があるからもっと長くやってると思いました。いやいやいや、もうイメージとか対象からあるのかと。この町がないじゃん。そう、もう森だよその辺。そう山か。蕎麦屋さん始めたきっかけって何だったんですか。なんとなく。なんとなく学生時代お蕎麦屋さんでバイトしてて、それでそのまんま。もちろん出前とかもするんやってますよね。私もなんか長岡さんの車が走ってるの時々見て、多分見てらっしゃる方も、あの車のところなのかと。そのとこ車のところです。っていうふうに思う方も。カブ。あ、そうカブ。あ、そうそう。カブ今牛久でね、うちだけになっちゃったの。へえ。蕎麦屋さんがね。そう、今日はそのたぬきそば、冷やしたぬきそばいただいたんですけど、他のおすすめって何ですか。天ざるですかね。いいですね。やっぱその、うん、今時期だから。今時期は。私気になるのがあるんですよ。今日初めて知ったんです。カルビ丼。そういうのは気にしなくていいね。そう気にしなくていいです。なんかその親子丼とか、うん、天丼とかカツ丼とかって蕎麦屋さんっぽいと思うんですけど。まあそうだね。カルビ丼って急に焼肉みたいな。まあ肉があるから、うん、近所に肉屋さんあるし。あ、そうですね。すぐ近くに。ここって駅から歩いてどれくらいですか。ちょうどいい場所ですよね。そんなにな6、7分あ、そんなあります。あ、ごめんなさい、ちょっとありました。 5分で行くか、行く5分じゃ行かない気がする。なあ、5分じゃ行かないよね。いつも車でペペって来ちゃうから、そんなに、うん、あんまり遠く感じなかったけど、サップで10分ぐらいか。もう早いんじゃないですか。早いか。じゃあ今日帰りはスキップで帰ってみたい。スキップで、スキップで4分半だな。4分ぐらい。じゃあ結構ルンルンですね。ルンルンで行けば。え、なんか昼夜の間はないんですか。今んとこないです。あのコロナでやっぱほら時短になったじゃないですか。うん、だから夜早く閉めちゃって、うん、もうその生活になっちゃったから今。じゃあ今の営業時間って何時何時なの。11時から7時夜の。え、もう7時に終わっちゃうんですか。終わっちゃいます。なんかそのノンストップでやっていただけるってちょっと。そうですね、まあ用事がないときはね、ちょっと夕方用事があるときたまにちょっと閉めさせていただくけど、うん、まあ大体のときはやってます、そのまんま通しで。人気のある蕎麦屋さんで、駅の周りってそんなにないじゃないですか、その食べ物ね。本当少ないし、他の人にも言われるんだけど、駅の周りに食べ物屋さんないんだよね、こっち側特に。昼食べれないんですよ。そうそれで関係ない人に怒られたことあるんだよ。なんで。いや駅前に食い物はねえんだよ、どういうわけだっていうから、いやそりゃ人の土地だからね、勝手にお店出すわけいかないから。まあうちはやってるけど、なんで俺が怒られるのかな。今後のその目標とか、いや野望とか、いやちょっとこんなことやったろうかなみたいな。特にないですね。もう細々と地道に細く長く町に根付いて、根付いて、いやもうそれが私たちは本当にありがたいことでございます。はい、やっぱりそのね、町中で長岡さんの車とか株とか見て知ってる方たくさんいると思うんですけど、まだ来たことない人もいっぱいいると思うんですよ。そうですよね。でね、この動画を見て、はい、来てくださって動画見ましたよって言ったら、何か素敵なことがあればいいなって。そんな目にあればいいね。そうしましょう。出前の方に限り、出前に限り4月5日から10日まで、はい、ご注文代金から100円引きます。一品100円引けばいいか。大丈夫だよ。え、2つ頼んだに100円100円ってことですよ。そう、うわ、100円引いちゃう。7月5日から10日まで、うん、夕方5時から7時まで出前注文していただいた時に、見たよって言ったら、もう全部1品ごとに100円、5個あったら500円。うわ、あの
中途半端なのダメよ、ライスとか。あ、もちろんそ一食ね、ご飯ものセットもの、おしんことかダメだよね。ぜひ皆様いいんですか、勝手に決めちゃって。だって俺持ってくの俺だもん。あ、じゃあそうらしいです。ぜひ皆様、中中さんに注文してください。出前注文してください。お待ちしております。はい、じゃあ本当ありがとうございました。ありがとうございました。でみんな待ってるよ。お店でも待ってるよ。出前も待ってるよ。はい。